はい、皆さんこんにちは。今だからのんびりフィルムカメラのひとりぽっとです。はい、それでは、みんなの写真館、お一人目の方からご紹介します。はい、ペンネームは草井美津子は17歳さんですね。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。はい、いえ、とんでもないです。いつも写真の紹介ありがとうございます。今回はスマートフォンで撮影した記録画像になります。よろしくお願いします。タイトル、はい、1枚目は、JR 塩尻駅の待合室にて、はい、2枚目は JR 松本駅、お城口広場自家用車、整理場付近にて、3枚目岐阜といえばということで、3枚で ご紹介いただいたんですけども、ごちそうさまでしたって書いてありますけど、実はね、塩尻駅の、立ち食いそばというのはね、有名な、有名な、お店なんですよ。おそらくね、私が知る限り、駅の立ち食いそばで、ここ以上に美味しいところって知らないくらい有名なところです。なのでこれ見たらね、本当によだれが出そうなお写真ですね。今回はね、本当にみんなね、美味しいお写真を送っていただきました。こういう風にね、やっぱり日常のものを記録するっていうこともね、やっぱりすごく大切だなと思います。草井さんにの写真見てね、ああ行ってみたいなってやっぱり思いますもんね。はい、それでは3枚ご覧ください。はい、続いて2人目では、金口武蔵さんの、はい、ご投稿です。メッセージ、題名は生き様というテーマです。はい、でカメラはね、キヤノンの FTV、レンズはキヤノンの FL ですね。FL の35の F2.5 ということで、フィルムはマリックスの400、撮影日は2023年の7月、です。はい、メッセージがありますね。こんにちは、こんばんは。そうですね。朝、昼間見ていただける方とね、夜見ていただける方いらっしゃいますので、こんにちは、こんばんはですね。壮年期の、ごめんなさい、なんて読むの？大カレン。大きな、画商の画に、ハスですね、です。はい。これなんて読むんだろう。写真を見るとハスですね。ハスの花なんだね。花が満開している綺麗な鮮やかな時も良いですが、日本人特有のわびさびの美意識なのか、花の散り際、時間の流れを感じて何とも言えない感情が湧いていきますということで、わー、素敵な写真ですね。ハスの花のね、ちぎわってもう独特の、はい、お写真というかね、姿を見せてくれるんですけど、それをね、綺麗なお写真にしていただきました。はい、それでは1枚ご覧ください。はい、続いて、ダグラス鈴木さんの作品です。メッセージ、撮れるかなチャレンジ撮れるかなチャレンジというテーマみたいですね。持っている機材でたまにしている遊びです。今回は昔のデジタル一眼レフに昔の 300mmF2.8 で飛んでいる蝶に挑戦しました。ピントは認識 AF は当然ついていないので、あ、それそうですね
オートフォーカスは全く使い物にならず、マニュアルフォーカスにて、高速レンズで撮影した2枚ですということで、お写真2枚送っていただいたんですけど、これがね、またね、蝶に見えないというかね、何かね、花びらっていうかね、いや飛んでいるような、そんなお写真、素敵なお写真ですね。蝶というよりも、なんていうのかな、可憐な花が舞っているような、そんなお写真です。はい、それでは2枚ご覧ください。はい、続きまして黒パパ、元クロちゃんのパパですということなんで、黒パパさんに今度、ペンネーム改名されたんだと思います。はい、メッセージ、3連休ということで、ひとりほとさんも どちらかに行かれておらっしゃい、おられますでしょうか。あ、そうなんですよね、今日はね、先ほどお話ししたように、基礎の手仕事市に行ってきました。いつも楽しいお話ありがとうございます。私は残念ながら会社はこの出身ではありません。そうですよ、年齢的に違いますよね。はい、教室も風情が通っていた小学校と同じようだったということです。はい、失礼しました。今回はオリンパスのデジカメ、2000年に撮影した、ホームグラウンドの井の頭公園で、の写真を投稿します。カメラは手元にないようで、データからもう分かりませんが、コンパクトデジタルカメラではないかと思います。はい、1枚目はね、以前、公園内にあった小さなお稲荷さんです。私はここが好きでよく写真を撮っていました。2枚目は、公園内のお店の脇にある、これな、水場の容器にたまった水を飲んでいる鳩の写真です。あ、可愛らしいですね。はい、3枚目は公園内の一番いいところにある池の、あ、他の店の、ごめんね、のれんですね、のれんの風景ですということで、あ、のれんっていうかね、ののあ、これは何だろう、のれんじゃないな、これはね、は旗みたいな、立ってる旗ありますよね、これのことなのかな。なんて読むか分かりません、ごめんなさい。今ね、いきなり文章読んじゃったので、事前に辞書を引いておけばよかったですね。はい、ということで、綺麗な、本当にね、お稲荷さんの写真、それから、鳩が水を本当に飲んでますね。それから、なんかお祭りの、井の頭団子、はい、の お写真、送っていきました。それでは3枚ご覧ください。あ、そうなんです。それでね、追伸で、メッセージありました。黒パパさん。1枚目の写真の公園内にあった小さなお稲荷さんですが、この後何年か後に火事になって、そのまま復活させられなくなってしまったものです。また再建されると思っていたのですが、ということで、1枚目にご紹介したお稲荷さんね、火事で消失して、再建されなかったんですね。はい、残念ですね。ぜひ再建してもらいたいなと思います。はい、今日最後にご紹介するのはさやかさんですね。メッセージ、こんにちは、いつも楽しく拝見しています。はい、今回も掛山花鳥園の作品をご紹介します。カメラレンズは前回と同じキャノン 1DS にスーパータクマ 55mmF1.8 です。作品はいずれもバードショーのミミズクを撮影したものですよ。あ、ミミズクってこんなに綺麗なんですね。オレンジに見えますね。こんなに綺麗なんだ。鷹とは全く違う色をしてますね。
あ、バードショーってあるんですね。素敵な写真ですね。こんなにあの、鳥がね、あのミミズが綺麗だとは思いませんでした。はい、それでは3枚ご覧ください。はい、今日も、たくさんのご投稿をいただきましてありがとうございました。3連休だということなので、まあ、皆さんもね、いろんなところにお出かけだと思います。ぜひね、いろんな、写真動画撮影しましたらまたご投稿をいただければいいかなと思います。なるべく多くの皆さんの作品をご紹介をしたいと思いますので、写真投稿をお待ちしています。はい、私はね、自営業なのでね、休みとかあんまり関係なく、どちらかというとね、事前にもう何日から何日まで、旅行に行くっていう風に決めたり、それから出張に行くっていう風に決めたりした時に、妻と一緒にね、休みを取ったり、それから出張に妻に会わせてもらったりということで、まあ、できればね、日本中行って写真とかね、動画とか配信をしたいなと思っています。今もね、一生懸命、旅動画の編集をしている最中ですので、先ほどお話ししました、はい、旅好き夫婦の人チャンネルの方もね、ぜひご覧いただけると嬉しいなと思います。ライフワークになってます。はい、それでは、今回は、以上で終わります。はい、ご投稿お待ちしてます。さよなら。